はい、皆さんこんにちは。はい、ということでですね、本日は UFC、ナンバー忘れましたけども、センリー・セフード対メラブ・ドラシビリの試合をですね、勝敗予想していきたいと思います。まずヘンリー・セフードはオリンピック金メダリスト、そして UFC フライ級とバンタム級2階級を制覇したレジェンドですね。対するメラブ・ドラシビリは、ジョージア出身でアルジャメイン・スターリングのスパーリングパートナーでしたね。で、日本的にはあの朝倉海選手と練習をしてたということで少し名前が、知れ渡ってるんじゃないでしょうか。まあ、メラブは完全にレスラー、もう本当にひたすら、つけまくる、まあ言ってしまえば私の ようなスタイルというか、私よりももっともっとレスリングでガンガン、捕まえに行くスタイル。そしてヘンリー・セフードは、元オリンピック金メダリストでレスリングも強いですが、最近は打撃ですね、空手スタイルでフェイントをとにかくたくさん入れて遠い距離で、右のローキックが強いですね。そして右のストレート、が強いイメージがあります。ただね、ちょっとセフードも金メダリストなんですけど55キロだったかな、レスリングでは。で、まあ、メラブの体格がかなり私的には、大きいと思っておりますので、セフードとやった場合ですね、この試合はですね、メラブが、3ラウンド削り続けて判定勝ちするんじゃないかなと、そういうふうに予想したいなと思います。はい、まあ、まず最初テイクダウンをどういうふうにセフードが対処していくのかが、キーになってくるかなと、そう思います。はい、ということで皆様本日もご視聴ありがとうございました。